have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to be. Good morning.今日はよく寝ました。7時半です。ちょっと遅めの起床です。よく寝ました。さあ起きよう。今日も楽しい一日の始まりだ。水の時間ですよ、コウモリランちゃんたち。カカカカカ。さあ、餌の時間だぜ。水、最高です。水が染み込んでいく。気持ちいい。乾いた体に水が染み込んでいくぜ。気持ちいいです。最近このザ・ファーストテイクハマっています。別の人の彼女になったらめちゃくちゃいい歌。ドライブはもいいし、ケミストリーも中学の時よく聴いていました。最初の感じがね、いいんだよね。靴の衣替えです。サンダル履かないやつをこの箱に入れていきます。今日のコーディネート、今日のコーディネートはブラームスのベルデットデニムにビオトープヘインズの白 T。 上は何を着ようかな。あいつにするか、あいつにするか、あやつにするか。めちゃくちゃいい歌。今日の朝食です。つぶつぶ滑らか、いちじく、カリカリ。クリーニングに出してる、コモリのウールニータックパンツと LE のシャツを取りに行きたいと思います。お、うまい。よし、さてと、ちょっとスケボーでクリーニングの出したやつ取りに行きます。スケータースタイル森山大道デイビー線のデッキです。
これでいこう。靴はバンズのチェック。さあ、古着のミリタリーのパンツにヤードセールの T シャツに木島孝之のハンチングです。ハンチングじゃねえや、ベレー帽です。この OAMC のねパンツを裾上げに出そうと思います。 OAMC 結構裾を引きずっちゃいそうなんで 1.5mm 裾上げしていきます。あとこちらサイズきつかったトムウッドのリング、サイズ直し出して4000円ぐらいでサイズを直りました。1号広くできました。しかしめちゃくちゃ綺麗、いい感じです。この間髪切ったんですけど、最近ちょっとオイルで仕上げてまして、このオースキンヘアオイル、これを使ってサラッとした感じで仕上げていきたいと思います。オイルを2プッシュ。で、オールバックにします。オイルでさらっと、こんだけですね。キャンセルです。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じだ、ジョー太郎。こんな感じですよ、わらべしんよ。さあ、こんな感じです。さらっとした感じも結構いい感じですね。あいーん、しゃぶねろ。さあ、オイル仕上げこんな感じです。結構さらっとツヤが出て、でサラサラなんでね、すごくいいですね。根元をこうジグザグに櫛で作るのがポイントです。ひゃくねろ。これか、これで、どっちにしようかな。
こっちにしようかな。あやめのメガネで行きましょう。ハンバーガー食いに行きたいと思います。渋谷のグレートバーガーへレディーゴー。楽しみたいな。タラタタラタラ。なしでも君がさあ、れれどさここにいてもいいから大好きな夢だよ。つまえれもつぬいえよけくらいよ。まだだもうもうつないでまだねえぞよされてるなれば少年は少女に出会う。さあ今日のファッション、ブラームスのパンツにヘインズビオトープの T シャツでシンプルにホワイト×ネイビーで合わせています。ベイビー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 。足元はウエスト合わせたいと思います。銀杏ボーイズ聞いて出発です。アリ君がくれた終わればタララ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 ラ。最近マスクはもう使い捨てにしております。12時半。今日は暑いですね。もう秋になりかけというのにも最後の夏の力を振り絞っている暑さです。ブラームスのデニムにウエストンのシグニチャーローファーはとてもよく合います。シンプルにタックインして、2時からジェリーさんの打ち合わせがありますので、今から1時間グレッドバーガーでハンバーガーを試食したいと思います。サラサラホイリングホイルヘアです。いつも打ち合わせがスクランブルスクエアの奥の渋谷ストリームの D&D ルータでやっと終わります。その前にグレートバーガー、グレートバーガー。
白で化粧水を買いました。今新宿三丁目に行きまして、新宿でよく行く整体があるんでちょっとそこに行ってきたいと思います。さあ今、カイロプラティックに行ってね、歪みを直してもらいました。この後池袋のグランドシネマに行って映画見に行きたいと思います。池袋に到着です。でかいね。カフコがある。すごく綺麗です。はるばる池袋まで来たのはですね、アナザーラウンドという映画が池袋と有楽町でしかやってなかったので、池袋のグランドシネマにやってまいりました。初めてです。これも見たいやつ、まだやってない。今アナザーラウンドという映画を、ね、見てきたんですけども、血中アルコール濃度を常にアルコールを飲み続けるっていう面白い映画でございました。なかなかクレイジーな映画で面白かったです。おすすめです。帰ります。池袋までね、映画を見に行ってきたんですが、池袋のグランド
シネマサンシャインみたいな映画館初めて行ったんですけど、めちゃくちゃ綺麗で良かったです。今日見たねアナザーラウンドって映画はデンマークを舞台に、いい年したおっさんたちが、飲んで飲んで飲みまくってはちゃめちゃするって映画だったんですけど、こうねインテリアの感じとかすごいかっこよくて結構面白かったですね。はい、あとまあ新しいやっぱりね今日も一つその池袋の新しい映画館行ってみたかったんで、一日何かしら新しいことに挑戦するっていうのでね、そういうのを毎日続けていくと、楽しい人生を送れるんじゃないかなと思います。で今から今日はうどん作って食って風呂入ってもう10時なんで早めに寝たいと思います。また明日も朝活して全力投球で頑張っていきましょう。ということで本日の Vlog はここまで。皆さんも明日からもお仕事の人お休みの人頑張っていきましょう。はい、それではアリーベデルチ。